では最終決断に入ってまままいいりますす林さんお願いします異例の武田塾のオーナーさん2名がいらっしゃるということでやっぱりこう何ですかね初対面だったら宮崎さんしかいないですよね,そうですねなので身内の慣れ合いだと、えー、視聴者に思われないかのが、えー、大変心配で今回、えー、いろいろ考えたんですけれども結論としてですね宮崎さん決めてください 宮崎さんが、エイバー社の社長だとしたら、どうするか。やっぱ、もう、お知ゃれなんで、身内だろうって言われて、あの、脳打ち合わせで大変申し訳ないんですけど。さすがですね。ええ、これは、だって、僕が決めたらさ、やらせだと思われ、今、この4種類があるのも知らないですよね。今、初めて。今、初めて。はい。この4種類なんですよ。 ちなみに FC の学校に入ってますからね、はい、それ出しないヶももても3か月無料券。は、そうですね、これ、まずないんですよね。<laughs> なんで、<そ>まあまあ、そうですね、だからその3週ですね、だからどっぷりだとこうめちゃくちゃ頑張るか、だかふんわりはまあ、ですね、まあ、けど3か月無料券でも、もうちょっと作戦会議しましょうみたいな感じですかね、<ー>これはね、そういう意味ですね。というん、って感じで、このノー打ち合わせなのが伝わってますでしょうか、やっぱこう、本当にエイバー社の社長だとしたら、宮崎さんが、この2名、お二人をどう応援するかを判断していただくのが一番。 フェ、ね、アかなと思います、はい、本当にこの番組あれなんですね脳打ち合わせというかですねそうですねごいですよねはいえー、っと私は私がエーバーさん社長であれだったらどっぷりおお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  はい宮崎さん、あの林さんにまんまと乗せられましたが、これ、責任重大ですよ。はい、い<や>ということでこれ、じゃ,ね、じゃあ、ちょっとあのどっぷりした、どっぷりの理由を教えていただければそうです、あの何のビジネスでもその穴とかリスクっていうのは考え出したら切れがないこあると思うんですけど、ただ、ここまでもう。 この道のプロでやってきたお二人が分かられてやっていることだと思うのであとはもう第三者的な目としてさっきの FC の同じ看板でするデメリットとかそういうところ客観的なところを取り入れていければ、まあ、一気に拡大できるのではないかと思っておりりまますすありがとうござい林、はい、さん、竹村さん以外に強力な武器を手に入れたという感じですよ。そうですねね宮崎さんもも関わってくれるかとりあえずあの、えっと、順番に感想を聞いていきましょう。竹村さん いやー林さんがね、自分では出しづらいから、宮崎さんに渡して、まあ、きっとどっぷりを出してくれるだろうと、そういうところまで計算をさ,されたものだと思いまして、本当、どきましたよ、本当。<laughs> いやー、さすがにも宮崎さんもね、僕はそう思いました。はい、はい、い前田さん。この福祉の事業って、本当に信頼っていう、まあ、ことがすごく重要だと思うんですよ。でその上で佐藤社長はいろんなビジネスをやっぱ成功してるのを僕、知ってますし。 やっぱりそこは信頼できますし寺林社長もすごいバックアップをついてなのでやるからには絶対成功できるように僕も応援してますのでよろししくお願いいますはい、じゃあ改めて宮崎さんもぜひそう自分の立ち位置がよく分かってないですねえらいとこ来ちゃったなってですよね <laughs> さっきまで電車で YouTube 見て,てから。<laughs> <laughs> なんですけどはい、はい、中のお手伝いはできないかもしれないんですけどその外部的な連携とか,そか外からのお手伝いというのはさせていただけたらありがたいなと思っております頑張ってください頑張りましょういますありがとうございますでは最後に林さん佐藤さんのその福祉事業をやられている方を加盟させるノウハウとさらにそのシステムとこれは楽しみだなと思いますねあとやっぱいいと思ったんですけどやっぱ僕がどっぷりっていうとちょっと視聴者に